まあ、ネックレスさんはここでね、パッて開いたらこんな感じなんですよ。まあ、皆さんからのレビュー、どんなレビューがあったんかっていうところを見ていきたいなと思うんですけども、これレビューに書いてほしいなと思うことずっと前からあったんやけど、はい、本日はですね、夏のマストアイテム、アクセサリーをご紹介していきたいなと思います。ということで、今回ですね、僕が今着用している、アクセサリーなんですけど、これまあ僕のブランドで販売させてもらって、早もう2年か3年ぐらい経つわけなんですね。で、そうなってくると、皆さんからいろんなお声いただいてるんですよ。まあ、どんなものにも黄金比ってあるじゃないですか。例えば顔とかやったら、横が 1.5 に対して縦が2とか、なんかそんなのがあるはずなんですね。で、それで考えると、例えば洋服とかって3つの首出せとか言うじゃないですか。首と手首と足首、この3つ出したらそれ相応に見えてくるとか、あとそれ以外にやったら髪の毛なんかもヘアセットって大人になればなるほどどうやってこう眉毛を出していくか、眉毛さえ出せばそれっぽくなってくるとかっていうのもあって、こう全部重たくしちゃったら子供っぽくなっちゃうから眉毛だけこう散らせられるようにこう出すっていう黄金比があったりだとか、あとアクセサリーとかも各部署に1箇所っていうのもまあ結構王道っちゃ王道じゃないですか。例えば手首こっちに時計使いになったら時計だけで、こっちは何もついてないんだったらアクセサリー1個だけとかで、ネックレスもあんま重ね付けっていうのも似合う人は似合うんですけど、まあシンプルにした方がより合わせやすいっていうところもあるかなと思うので、まあその黄金比さえ守ってればあんまりザラザラザラ重ね付けするよりワンポイントワンポイントぐらいでっていうやるっていうのがいいんかなっていうことで、まあそれをベースに考えて作らせてもらったやつなんですね。なので、まあ見てもらったら分かる通り、このベネチアのチェーン状になってて、太さも2ミリか3ミリどっちやったかな、でそれも 1. 何ミリから2ミリから3ミリっていろいろ合わせた中で、まあ、これが一番シンプルかなっていうところでパッて見た時に見えるんちゃうかなっていうことでね、作らせていただきました。光の当たる角度によって光り方が変わるっていうような感じなんですけど、まあネックレスはこれでね、パッて開いたらこんな感じなんですよ。で、このライトの当たり方とかによってちょっと変わってくるよっていう感じなんですけども、まあこのあたりで画像とか映像ではなかなかこう見えてる範囲って限られてると思うので、まあ皆さんからのレビュー、どんなレビューがあったんかっていうところを見ていきたいなと思うんですけども、今現時点でですね、235個のグッドと普通っていうのが3つありますので、合計で238個いただいてるということになってます。その中から一部抜粋をする形で、ちょっと直近のものだけをね、ご紹介させていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。短いタイプに続き、ロングタイプも購入させていただきましたってことなんですけど、僕がね、首周り37センチっていう首なんですよ。比較的メンズにしては細いぐらいやと思うんですね。で、それで45をつけてて、これぐらいの余り感なんですよ。だから結構首が細い人とか、まあ、僕結構コンプレックスなんですけど、首細いのコンプレックスなんですけど、そういう方なんかは細い方とかは45でいいかなと思うんですけど、ちょっとがっしりめとかこの後も出てくるんですけど、そういう方なんかは、まあ、50センチのサイズの方が後々こう首輪みたいにならへんくていいんちゃうかなと思うんですけどね。そんな感じになっておりまして、あ、次の方ですね、173センチ78キロ、身長的に言うと僕が178の赤西仁さんと同じになってるので、身長的には僕の方が高いんですけど、がっしりめやから50センチでいい感じと、でシンプルでセンスのいい品ですって言ってくれてて、奥さんが誕生日プレゼントで買ってくれたってことで、結構このネックレス買ってくれる方の名前見たら女性の方も結構多いんですね。だから多分彼氏さんに買ったり旦那さんに買ったりっていう感じでしていただいてるんかなと思うんですけど、まあ僕もあくまでもやっぱり30代以上の人につけてほしいなと思ってて、まあこの後また出てくる話なんですけど、10年ぶりにつけましたとか何十年ぶりにアクセサリーつけましたっていうぐらい、あんまりゴツゴツしたのってつけづらいじゃないですか。かといってこれよりちょっと細くなってくると女性っぽくなってくるから、まあこれが一番いい塩梅かなっていうことでつけたんですけど、で次の方178センチ、あ、赤西仁さんと同じですね。75キロってことで、僕今67とかなんで、僕よりちょっと体重はあるんですけど、がっちり体型で50センチでちょうど良かったですっていうお声があったりだとか、あとブレスレットと、お揃いで購入しました。これはちょっとあの、新作のブレスレットだから、またちょっと違うやつなんですけど、これと全く同じ太さで、長さだけ短くしてるってやつもあったりするので、それを一緒に購入しましたって言っていただきました。で、よくインターネットである、なんか思ってたんと違うでっていう感じはまあ全くなくて、いい意味でイメージ通りでしたっていうことでした。首周り37から40ぐらいで、まあ、50センチ長すぎず短すぎずのちょうどいいサイズなんで、まあ、首細いっていうコンプレックスある人以外は、まあ、50でいいんちゃうかなっていうようなね、サイズ感です。少しすぎないようなちょうどいい長さ感と太さでしたと。で、太さに関しては、まあ、僕も結構こだわったんで、めちゃくちゃ細かくあるんですよ。 1.3、1.5、1.7、1.9 とか、なんぼでも細かくしたりなんぼでも刻めるんですけど、女性のって結構細いじゃないですか。でそれはそれで華奢な首元には合うんやけど、こうごつい男性の首元に合わせようと思ってくると、逆に太すぎるとプロ野球選手みたいになってきて、もうなんかゴリゴリの893みたいな人になる。プロ野球選手もしくは893の人になっちゃったら困るので、そう考えたらこの太さが一番僕もいいんかなと思っては作らせていただいてますけど、まあそう言ってもらったらその太さで良かったなと思ってます。でそれがいいんやったら到着後すぐ着きましたが最高です、これだけです。それが嬉しいんですよ。そのレビューが一番嬉しいんですよ。で他にはですね、毎日つけてますという方もいらっしゃったりとか、この人10年ぶりにネックレス購入しましたと。首周り38センチでどちらのサイズ購入するか迷ったんですけども、結果
果自分は45購入したということなんですが、すぐにこう服の中に入っちゃうと、こう今やったら外出てるじゃないですか。でこれがピュッてこの服の中に入っちゃうんですっていうのもあったんで、服の中に入りたくない方とかやったら50の方が多分いいでしょうね。50がやっぱもうちょっと長さがあるので服の中に入りづらいんで、ちょっとそれがね気になるということなんですけども、まあ生きてる感がなくておしゃれに感じてますということで嬉しいなと思います。174センチで少しがっちりしてる体型で、まあ、50センチでちょうどいい感じですとか、あと自分が首が細めで45センチでもきつさ全くなかったですっていう方もいらっしゃったりするので、この方も自分が首が細いで分かってあるので、まあ首が細いとかっていうのが分かってある方は45でいいと思うんですけど、まあ、それ以外は50でいいかなというふうに思います。でネックレスを買うのは十数年ぶりですと。夏場は白 T 1枚で何かアクセントが欲しい。まあそうですよね。だってこれとか見たら黒のパンツにただグレーのニット着てるだけやったら、これ寝巻きっぽく見えるっちゃ見えるじゃないですか。だからこういうので例えば時計つけたりとかして、ちょっとここにアクセサリー入れておしゃれ感出たりとか、まあ、ちょっと街中でいるような感じになったり、あとまあこういう首元にちょっとだけこう光ってるのとか若干あったりとかしたら、まあそれはそれでいいかなと思うし、まあこれはあえてちょっと太めに作ってるから、まあ好きじゃない人は好きじゃないかもしれないですけど、それ以外にもね、これレビューにはまだ出てないんやけど、これレビューに書いてほしいなと思うことずっと前からあったんやけど、一個言わせてほしいんだけど、それは何かっていうと、もちろん服着てる時もかっこいいんですけど、こう服脱いだ時、例えば服脱ぐじゃないですか。ほんならその時にこうなんかおじさんとかやったら、なんかこう何にもなかったらほんまに裸って感じするけど、まあ、ちょっとこうネックレスとかがあるだけでちょっと今っぽいというか、なんか色気じゃないけどね、大人の品格みたいなところがあればいいなっていうところで、それはまだ誰も言ってくれてないんですけど、そんなんがあります。でシルバーもね、特に目立たしたいっていう方であれば、こう黒の T シャツとか着ることで結構シルバーがあるって分かったりするので、まあ目立たしたい人は黒とか着るのもいいやろし、逆に目立ちたくない人は白 T とかで行くっていうのも全然ありかなと思いますし、あとこう次の方言ってくれてるんですけど、こうまあドキドキ感、開ける時のドキドキ感とか、嬉しいですっていうことと、あと息子にも引き付けるように毎日大切に手入れ忘れずに使わせていただきますっていうことでね、確かにシルバーは磨けばずっと使えますし、基本的にはクロームハーツとか有名なアクセサリーブランドあるんですけど、だいたいシルバー925使うことが多くて、変色しないやつも一応あるんですよ。でそれは結婚指輪とかで使われてるプラチナっていう素材なんですね。で僕も一応それは扱ってるんですけど、まあ値段がガンと高なるんです。じゃその代わり僕の場合はまあゴールドを使うんですけど、ゴールドもプラチナも色は全く変わらへんねんけども、もうずっと僕もサウナでもつけるし、風呂でもスーパー銭湯とかでも普通につけたりしてるんですけど、変色はほぼほぼないんですけど、やっぱ値段が高いんですよ。だからそれがちょっとまあデメリットっちゃデメリットなんですけど、このシルバーの方はやっぱりサウナとか温泉とかスーパー銭湯とかは絶対外してもらった方が、色がやっぱ変色してきてちょっと対応できなくなってくるので、まあそういうところで外してもらうのが一回一回外してつけてっていうのがいいかなと思います。そして他にはですね、迅速かつ丁寧な発送されてます。久しぶり、30年ぶりかなっていうことでアクセサリー購入していただきました。まあそういう方の方がね、僕としては嬉しくて、まあ特に若い人ってゴツゴツのつけようが、まあ細いのつけようが、ちょっと太めつけようが、まあ何でもいけないけど、まあ30代以上になってくるといかにもっていう感じもちょっと厳しいし、逆にキャシャっていうのもちょっと厳しいから、なんかあんま今まではちょっと遠慮しててんけども、この次の人みたいに早く身につけて出かけたいと、まあ週末が楽しみになってるとか、まあそういう風な、久々にそれ手に入れるだけで楽しくなるっていう風なね、ことになったら嬉しいなと思って、まあ作らせていただいて、まあネックレスだけじゃないですけどね、全部の洋服もそうやけど、まあ、週末出かけの楽しみやなとか、うわワクワクするなとか、人生がちょっとプラス上になったなってなったらね、めちゃくちゃいいなと思って、そのためにまあ作らせていただいてるっていう感じになってますので、まあそう思ってもらったら嬉しいです。そう思えってことじゃないですよ。楽しいと思って購入しましたが、予想以上に満足していましたと。色気づいたおやつにならずのデザインセンス最高ですということで言ってもらったりとか、あと旦那の50歳の誕生日に娘と一緒に購入しましたということで、まあ今現在ちょっともうラッピングはしてないんですけど、その時はラッピング多分最後の方受けてて、ラッピングのお願い引き受けてありがとうございますっていうことがあったり、あとこれ一点ね、まあクレームじゃないんですけど、非常にありがたい意見、これ何か、留め具が扱いにくいっていうことで、留め具どんなんかっていうと、このねちょっとピュッて出すとこんな感じの留め具してるんですよ。でそれが確かに普段から取り扱いしてなかったり、普段からこうやってなかったら確かに留めにくいところも若干あるんかなと思うんで、ただねこれよりもう一個大きいフックにすることもできるんですけど、もう一個でかいフックにするとかなりでかくなるんですよね。だから見た目的なこと考えたらもうこれが限界かなっていう感じはあるんですけど、あとそれ以外にやった磁石でパチンってひっつくやつもあったんですけど、めちゃくちゃすぐ外れるんですよ。だから多分つけてる最中になくなるやろなと思って、それも却下になったりとかしてて、一応いろいろ考えた上でこれが一番使いやすいし見た目的にもいいんじゃないかっていうことで、まあ、採用はさせていただいてるんですけど、もちろん人によってはこれが止めにくいっていう方もいらっしゃるっていうのはね事実かなと思うので、貴重なねアドバイスありがとうございます。やっぱこういうのをちょっと素直に言っていただけたら、僕は全然思わんかったんだけども、人によったら、あ確かにこれ言われたら使いにくい人おるやろうなっていうのもね一つ勉強になりますので、本当ありがとうございます。で他キラキラしてるので
ので使い込んで使用感を出そうと思います。もう多分簡単につけますよ。もう普通にちょっとつけてるだけで、まあ、使用感とかすぐ出てくるから。特にシルバーはクロスで磨かないと綺麗にならないので、もう逆にクロスで磨かない、磨かへんかったらくすんでいくので、どんどん要はなんでっていうと皮脂とかくすんでいくんですけど、それで酸化するんですよね。クロスってアマゾンとかで売ってるんですけど、それでピューって磨いてあったらそこに研磨剤入ってるんですよ。でその研磨剤で綺麗に磨くことなんかすぐできるので、一本もガーってこそったらめちゃくちゃ綺麗になるので、もし綺麗にした場合は使ってみてください。評価普通の方ですね。ネックレス作る際に根元に力を入れすぎたためか切れてしまいましたと、修理は可能でしょうかということで、また料金をお知らせお願いいたしますということでいただきました。基本的にはですね、ネックレスの修理は受けております。だから作っていただいているところに送ってそれを圧着してもらったりとか接着してもらってつけてもらうっていう形になるので、基本的には皆さん送った時より綺麗になって帰ってくると思います。もちろん治ってるっていうのは当たり前だけど、治ってる以外にも磨いても変装することが多いので、磨いてより綺麗にして戻す、来た時より綺麗にって修学旅行で学校の先生に教えてもらったでしょ。お前ら部屋来た時より綺麗にして返すんやぞって散々言われたけども、まあ、状態をやらせていただいてるので、基本値段的にはねマックスで4000です。そんなどんだけ接着とかこう加工して圧でかけたりとかするって全部込みにして人件費も込みして4000っていう感じなんですけど、もうそれ以上の値段になる方に関しては新品の方がいいんちゃいますかっていう風に提案もさせてもらってるし、それ以上の修理ってもう大幅に修理しすぎてもう多分新品の方が安いんですよ。でそういう風にご案内させてもらってるので、まあ、人によったら2000円ですっていう人もいてるし、いや人によったら2500円ですっていう人もいてるしっていうことで、基本的には4000以内で修理できるものしかもう受けてないっていう感じになってます。それ以上のものに関してはもうむしろ損しますよっていうか、その、新品の方が安いですよっていうご提案でねさせていただいてます。無地の T シャツにすごくいいですと、ただ嫁には生きてると笑われましたが嫁さんも素直な人ですよね。あんたちょっと色気づいてどうしてんのよとかって言われてるんでしょうね。最高のネックレスと出会うことができました、ありがとうございます。45から50へのサイズ変更にも丁寧に需要の予測に対応して感謝いただきますということで、サイズ交換も結構あると思うんですよ。ネットやから分かるんじゃないですか。でそういう時なんかは、まあ、ネットやから全然サイズの交換とか無料でさせてもらうので、その時はタグだけつけた状態で送ってきてください。タグがないと交換しづらいできないので、タグだけではね切らないように試着してもらって、あれちょっと短くね、じゃあ交換って言ったら OK ですって交換するので、そんな感じでお願いします。で基本的にこれレビューはいいやつを引っ張ってきてるわけじゃなくて、もう直近のやつから引っ張ってきてるだけなんですよ。やっぱまあ実際見てもらったらそれもわかるかなと思うんですけど、例えばこんなんもありますね。ネックレスを購入した日に別件でフィッシング詐欺にあったと、でそれが判明してどんよりした気分で過ごしてるところにちょうどネックレスが届いたと、でそれをつけてみたらテンション爆上げしてフィッシング詐欺なんか忘れました、皆さんはフィッシング詐欺にはご注意よって書いてくれてるけども、ほんまにそういう人もいてるみたいですけどもね、そういうほんまに気をつけていただきたいなと思います。名前分けしないとてもいい商品ですと、妻にも高評価でした、この奥さんは高評価でね、よかったなと思います、ショップの方の対応も素晴らしいですと、まあ言うことを言っていただいて、基本的には誠実にご対応させていただきたいなと思ってますので、よっぽど変な人じゃない限りはもうまともに僕らも対応させてもらってるので、一社会人としてやらせていただきますので、そんななんか変な対応はしないかなと思います。ネックレスめちゃくちゃ作りが良くてとても満足してますということで、早速につけてニヤニヤしちゃいましたということで喜んでいただいて嬉しいなと思います。まあこれも累計も何千本売れてるかちょっとわからないんですけど、まあ、そんだけいろんな方に買っていただいて、たまにね街中でもね似てるなっていうやつを見かけたりもするんですよ。ただそれがうちのやつかどうかっていうところまではさすがに小さすぎて見えてないんですけど、もしかしたらねボディバッグの時なんかはあったじゃないですか、目の前で歩いてる人が僕のボディバッグ持ってくれてた人もおったりするぐらいから、ネックレスさんもしかしたらいてるかもしれないんですけど、まあまだそこまで僕もはっきりは見えてないんですけど、まあ、そういう人とねいずれ出会えたら嬉しいなと思いますし、まあ、修理も基本的にさっきもやってるってみたいな感じで言ったんで、まあ、長く使っていただけたら嬉しいなと思います。で別にシルバー925でも全然長く使えて、よくゴローズなんかもねずっと長く使えてるけど、あれも言うたらシルバーの素材で使ってるだけやから、まあ、一緒っちゃ一緒なんで長く全然使えますし、まあ、もう一個上のランクがいいとかずっとつけっぱなしの方がいいねっていう方なんかは、まあ、プラチナもしくはゴールドっていうのが月に数本だけ仕入れてるので、まあ、そのタイミングで見ていただけたらいいかなと思いますし、基本的にはもう大体人気のやつでもすぐなくなるんですよ。十何万とかあってもパンパンってなくなっていくので、もう2年ぐらいやってるんですかね、やけど毎月大体入荷したらなくなるみたいな感じで、まあ金とかプラチナってやっぱりそもそもの価値があるので、まあ、最悪売ろうと思ったら売れたりとかできるっていうのもあるので、まあそういったところで人気があるのかもしれないですけど、まあ今回はねネックレスとかやらせていただきました。まあブレスレットもあるし、あと足のアンクレットも同じシリーズであったりはするんですけども、やっぱり一番人気なのはこのネックレスになりますので、まあこれからね、夏近いですし、アクセサリーつけたいなとかちょっと首から見せたいなとかっていう時なんかは、例えば45であえて短くして服の中に
入れるっていうのもありやろうし、まあ、50にして服の中にいたら多分出てこないんでしょうね。だからちゃんとこう中に入った状態のまま漏れるから、まあ、50の方がまあ自由っちゃ自由かもしれないですね。こう入れたり入ったりでへんけど、45は入れたり入ったりすることは多少あるんですよ。だから外に出てたり中に入ったりとかっていうのもあるので、まあ、その辺なんかも見ながら判断していただけたらいいかなと思います。まあ、あとは商品ページで着用されてる方とかの写真とかもあるので、僕だけじゃなくて僕以外の方がつけるとこんな感じっていうのもね見ていただける嬉しいなと思いますので、下からリンクありますのでご覧ください。ということで本日はですね、マストアイテムのアクセサリーを紹介させていただいたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。